ケニー・ロフトン、ケネス・ロフトン、ケネス・ラフトン、1967年5月31日隊は、アメリカ合衆国インディアナ州出身の元プロ、野球選手、外野手、MLB ・クリーブランド・インディアンズで、球団伝導入りを果たしている。アリゾナ大学時代はバスケットボールで、奨学金を受け、3年まで、大学の野球チームには参加していなかった。の、 MLB ドラフト17巡目、全体428位で、ヒューストンアストロズから指名をされ、プロ入り。2トリプル A 級ツーソンとロズでいずれもリーグトップの522打数16アンダー、168安打、173塁打を記録し、9月14日の新シ,ンシュナティレッズ戦で、メジャーデビューし、第3打席で、ランディマイヤーズから初安打を記録し、そこから3打席連続安打も記録した。 出場14試合目となる9月28日のアトランタブレーブス戦で初投類を記録した。同年は20試合に出場し打率203.2投類の成績を残した。1991年12月10日に都のトレードで1選手と共にクリーブランドインディアンスへ移籍した。移籍1年目のは開幕からレギュラーに定着し5月7日にマイク・キャンベルから 初本塁打を記録。となる66盗塁を記録し、最多盗塁のタイトルを獲得。ルーキー資格を持つ選手としては、リーグ史上、以来42年ぶりの快挙となった。ルーキー・オブ・ザ・イヤーの投票では、ミルウォーキー・ブルワーズのパットリスタッチに次ぐ2位に入った。は、リーグ4位の打率。325.70盗塁を記録し、2年連続で、 最多盗塁を獲得するとともに、自身の球団記録を更新した。初のゴールドグラブ賞を受賞し、MVP の投票で15位に入った。は、オールスターゲームに初めて選出される。ストライキのためシーズンが打ち切られたが、自己最高の打率。349、リーグ最多の160安打、60盗塁を記録し、3年連続となる最多盗塁を獲得。 MVP の投票では、自己最高の4位に入った。は2年連続で、オールスターゲームに選出され、初の先発出場。第1打席で、ナショナルリーグ先発の野茂秀夫に三振を喫した。途中故障による離脱もあったが、打率。310、キャリアハイの13三塁打、54盗塁を記録し、チームの地区優勝に貢献。 シアトル・マリナーズとのリーグチャンピオンシップシリーズでは打率458.5投類の活躍を見せ41年ぶりのリーグ優勝を果たすアトランタ・ブレーブスとのワールドシリーズではシリーズ史上2位1位と1個差の6投類を記録したが2勝4敗で敗退したは自己最高の210安打132得点 自身の球団記録を更新する75投塁を記録し、5年連続で、投塁王を獲得。2年連続の地区優勝に貢献した。ボルティモア・オリオールズとのディビジョンシリーズでは5投塁を記録したが打率。167に終わり、チームも1勝3敗で敗退した。2、球団から5年総額4400万ドルで、契約延長を打診されるが拒否。 3月25日にデビッド・ジャスティス、マーキス・グリッソムとの交換トレードで、アラン・エンブリーと共に、ブレーブスへ移籍。故障で40試合を欠場するが打率、333を記録。しかし前年まで5年連続で50以上を記録した、盗塁は27に激減、盗塁誌もリーグサイトの20と制裁を書いた。故障の影響もあったが、 走塁の方針がインディアンスとは異なり、思うように走ることができなかった。オフにフリーエージェントとなり、12月8日に、フルスインディアンスと4年総額3050万ドル契約を結び、1年での復帰となった。は、リッキー・ヘンダーソンに次ぐ、リーグ2位の54盗塁を記録し、復活を果たす。は、ハムストリングの故障により120試合の出場に、 止まるが5回目のシーズン100得点を達成。一方で、レギュラー定着以降最低の25盗塁に終わった。ボストンレッドソックスとのディビジョンシリーズ第5戦で、左肩などを負傷し、シーズンを終えた。肩の故障からの復帰はのオールスターゲーム以降と思われたが、驚異的な回復で開幕スタメンに名を連ねた。同年は、レギュラー定着後ワーストの打率。 278だった一方で、自己最高の15本類が73打点を記録。8月15日から9月3日にかけてのメジャー記録に並ぶ18試合連続得点を記録した。和打率261.16盗塁に終わる。4年契約を満了し、フリーエージェントとなった。2月1日にシカゴ・ホワイトソックスと契約。 7月28日にフェリックス・ディアス、マイナー1選手との交換トレードでサンフランシスコジャイアンツに移籍。チームはワイルドカードからポストシーズンを勝ち上がり13年ぶりのリーグ優勝を果たした。アナハイム・エンゼルスとのワールドシリーズでは全7試合に出場したが3勝4敗で敗退した。オフにフリーエージェントとなる。3月14日。 ピッツバーグパイレーツと契約。7月23日にマイナー1選手、後日発表の1選手との交換トレードでアラミスラミレスと共にシカゴカブスへ移籍。移籍後は打率。327と活躍し、チームの14年ぶりの地区優勝に貢献。フロリダ・マーリンズとのリーグチャンピオンシップシリーズでは、58年ぶりのワールドシリーズ進出まであとアウト5つまで入りながら、 逆転負けを喫し、自身3度目のワールドシリーズ出場はならなかった。10月30日にフリーエージェントとなった。1月6日にニューヨークヤンキースと契約。控えに回った上に、位の打順で起用されることが多く、1番での起用を望んでいたロフトンにとっては不満だったようである。レッドソックスとのリーグチャンピオンシップシリーズでは3、連勝の54連敗で、 またしてもワールドシリーズ出場を逃した。12月3日にとの交換トレードでフィラデルフィアフィリーズに席籍。は、規定打席には及ばなかったものの打率。335.22盗塁を記録した。11月2日にフリーエージェントとなり、12月20日にロサンゼルスドジャースと契約。は打率。百一点一二三塁打。十二盗塁を記録し、 盗塁成功率86.4%と、健在ぶりを示した12月12日に、テキサスレンジャーズと契約。4月3日の開幕戦でに盗塁を記録し、史上17人目のを達成。打率300を維持するなど好調だったが、7月27日に、マックス・ラミレスとの交換トレードで、フルス・インディアンスに移籍。過去2回の在籍時とは違い、 中堅守には、グレーディ・サイズモアがいたため、メジャー昇格後初めて主に左翼手として出場した。チームは6年ぶりの地区優勝を果たし、レッドソックスとリーグチャンピオンシップシリーズで対戦。第5戦では、ジョシュベケットと乱闘騒ぎを起こした。3勝1敗とレッドソックスを追い詰めたがそこから3、連敗を喫し、またしてもワールドシリーズ出場を逃した。オフにフリーエージェントとなり、 そのまま引退。ロフトンのポストシーズンにおける34盗塁は、リッキー・ヘンダーソンの33盗塁を上回る、最高記録でり、ギネス世界記録に認定されている。1月27日、インディアンスの殿堂入りが、球団から発表された。インディアンスにとって19年ぶりとなった、ワールドシリーズで、本拠地プログレッシブフィールドで行われた初戦の、試合前の始球式を務めた。 5度の最多投類、歴代15位の通算622投類、成功率79.5%、4度のゴールドグラブ賞、高い出塁率を記録し、キャリアの大半で一番、中堅士として出場した、理想的なリードオフマンで、1990年代のインディアンズを支えた。初回戦闘打者本塁打も29本記録した。外野守備では俊速を生かした。 広い守備範囲が注目されがちだが、補い札もリーグ1位が4回、中堅守として通算で142回記録するなど鉄壁。所属したチームを数多くの優勝に導いており、ポストシーズン通算で95試合、歴代8位に出場し、65得点、同4位、97安打、同5位、対、打率。247、12二塁打、4三塁打。 同4位、対7本類だ、34打点、34等類、同1位などを記録している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。